吉野さんお疲れ様ですまあ世にも奇妙な安定感っていうのはねあるかもしれませんね昨日ねズーム対談させてもらって非常にたくさんの方にご視聴いただいたわけですけども今回のズーム対談のお相手っていうのが50代の女性でお子さんをお2人抱えたシングルマザーで難病でうつの方だったんですよでその方が私の速下塾のあの入門をね 随分前にしててくださってでも体が全然動かなくてビジネスなんてやる気がなくてってことでいろんな人間関係を立ったらしいんですよ。でその中でも私のねメールマガジンだけは解除しなかったらしくって毎日あーメールが届いてるわメールが届いてるわメールが届いてるわっていうところで自分に語りかけてくれる人がいるっていうことを、まあ、ずっとねよりどころにしたらしいんですよ。でももメールが届いても 何かをクリックして見るとか聞くとかってことはなかったらしいんですよね。で、その中で、本当にね、3年ぐらい経って、あ、今日もメールが来てる。まあ、今日はちょっと、これクリックしてみようかしらみたいな感じでクリックしたそうなんですよ。そしたら私が出て、うん、なんかね、時代の、時代に合った乗り物に乗ろうみたいな話をしたらしいんですよ。私もその話をしたことを思い出すんですけどね。今の時代、馬車に乗って移動する人はいませんよね。と 馬車に乗って移動するからいろんな困りごとも出てきたりとか自分は他の人よりも遅れたとかね馬車が壊れても修理し,たし,してくれる人がいないみたいな問題になりますけどもでも車に乗るとみんな車に乗ってるから交通放棄もできてるし壊れても修理する人はいっぱいいるしそれから車っていうのは今の社会にすごく便利な乗り物だしスイスイと進めるんじゃないですかみたいな話をしたような気がするんですよ。でその時にその方はねうわこれだわーと思ったらしいんですよ。 私は今の流れに合わせることができなかったんじゃなかろうかみたいにね想像したのかもしれませんよね。そこからよし自分のできることでできる場所に出て行ってみようっていうふうに思ってそれからねそんな自分にも何ができるかなとまさに難病で寝たきりですからねその方はね。で思ったところ人の話を聞くことぐらいできるなと思ったらしいんですよ。ただうんうんって話を聞くだけですしかも電話で。ね。 そそうううすするるとねねういう仕事ってあるんですよ、ね、逆に言うと周りの人や恋人家族に黙っていることってのみんなあるんですよだから見ず知らずの人にそれをね話して楽になりたいみたいなところがあるみたいなんですよまさにそれがニーズにマッチしてそこから始めたビジネス相談員っていうねただ話を聞くだけの仕事がなんとね先月120万を突破して1000人以上の お客様との対応を超えたらしいんですよすごいじゃないですかねでもその方は毎日それをやってるらしいんですよだからリピーターの方もね今日もいてくれるだろうなっていうふうな安心感があるそうですこの方がね途中でやめたりやったりやれなかったりだったら多分こうはなってないと思うんですよで頑張って1000件を超えたのか100万を超えたのかってうそうじゃなくて こんなことで人が喜んでくれるんだったら自分の存在感っていうのは見つけられるかもしれないっていう風なその方自体もねその仕事をすることによって希望をつかんでるんですよねでお金をいただきながら話を聞くことによって喜んでくれたりおひねりをいただいたりあの他にもね心遣いいただいたりもっと値段上げればいいのにみたいなねそんな感じであの支えてくだすって自分が一番ありがとうみたいなね、うん、だから以前は 人間関係をものすごくね断ってきたんだけども今全ての人に感謝したいということで昨日ねお話を終えたんですけどね、うん、だからいろんなことが大事だなっていうふうに気づくんですけども、うん、その方が言われたのはもちろんね継続することは大事なんですけどもまず小さな一歩をね踏み出してみることが大事だっていうふうに言われてましたね私もそう思います自己アフィリエイトをやってみてその結果をね 結局フェイスブックに貼り付けけたわけですよでしかもそれを動画にもしたわけですよ。小さな一歩だと思いますよ。それが今日につながってますからね。あの時自己アフィリエイトをしてそのままにしていたら多分今日こういうふうにはなってませんからね。私も熟成さんを1000名を超えて非常に大きな売上を作るようになりました。でも最初はクレジットカードを作ったただそれだけですからね。多分ほとんどの自己アフィリエイトをやった方とかネットビジネスに興味のある方。 みんながやったことを私もやったに過ぎないんですよ。でも次の2歩目ってのは大半の方が進まなかった2歩目なんですよね。10歩目、100歩目っていうのはもっともっと進んでる方は少ないでしょうね。まあ、だからこうやって君臨していけるのかなと。まさにあれから10年経ちますけどもこうやって放送を欠かしたことがないと。まあ、そういう人もあんまりいないんじゃないかなと思います。振り返っててみるとナビさんがいて 吉田さんがいてぐらいになっちゃいましたからねキクリンとかねなんかどうしちゃったのかなと思いますね例えばねキクリン <laughs> いってらっしゃい